通級による指導とは、日本の義務教育における特別支援教育の制度の一つで、通常の学級で学習しながら、通常の教育課程に加え、または、その一部に変えて個別的な特別支援教育を受けることのできる制度である。1960年代後半頃から小学校に設置されていた、言語障害特殊学級、難聴特殊学級は、 言葉の教室、聞こえの教室などの故障で、現在の通級による指導に似通った弾力的な運用がなされていたことが多かった。1990年に文部省が通級問題に関する調査研究に着手し、通級による指導は1993年度に通級学級に関する調査研究協力者会議の答申を受け、 学校教育法施行規則を改正して正式な制度として始まった。小学校、中学校の通常の学級に在籍する程度の障害のある児童、生徒を対象として特別な教育課程によって指導を行う制度を指す。ただし、そのような児童、生徒が直ちに通級による指導の対象となるのではない。通級による指導は 通常の学級での指導の工夫や、ティームティーチングなど、他の方法を含めた選択肢の一つである。また、通級による指導の必要性の判断は、医学的な診断の有無にのみによらない。通級による指導は、年間35単位時間から280単位時間以内の範囲で行うことを標準とすることとされており、 週あたりに換算すると、一旦いい時間から八単位時間程度となる。ただし、学習障害及び注意欠陥多動性障害のある児童生徒については、月一旦いい時間程度でも指導上の効果が期待できる場合があることから、年間十0単位時間が加減となっており、年間十0単位時間から280単位時間までを標準とされている。高等学校では、 年間7単位を超えない範囲で在学する高等学校等が定めた全家庭の終了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。ありがとうございます。